攻撃的な人の特徴と心理を知ることで原因と対処法がわかるという表題で、目次としましては、攻撃的な人とは、攻撃的な人の心理、自分の身を守る方法、相手を悟すのは危険、攻撃的な性格を治す方法、という、 え目次で進んでいきたいと思います。では、早速一番目の、攻撃的な人とは、怒鳴る、強い口調で叱責する、無視する、といった態度をとります。で、ターゲットにされた人は、精神的に追い詰められたり、場の空気が悪くなったり、そういうことがあります。で、大きい声で怒鳴る時点で、 知性が低いと。そして倫理観に欠けているということがわかります。どうして自分が偉そうなのかっていうことに疑問を感じない時点で、もう自己愛が強いんですね。つまり攻撃的な人間っていうのはとんでもない利己主義か、ただの低知能か、まあ、極端なんですね。うん で自己分析をする上で、考えが偏りきると攻撃的になる。っていう、この絶対条件は、絶対法則。これはね、頭に入れておきたいポイントです。考えは偏りきってるなぁと思ったら、直さないといけないってことですね。攻撃的になってしまうので、攻撃的になったら他人に迷惑をかけます。えずっと喧嘩ばかりの人生になります。 では次。攻撃的な人の真理。まずは三つのパターンを紹介します。不安や恐れ、ストレスにつきまとわれていて、余裕がないからイライラしている。もっと自分は評価されるべき人間なのに、という強い承認欲求がある。褒めてくれない人にイライラする。 攻撃をして自分の意のままに従わせることに快楽を得ている。これが一番立ちが悪いパターンです。よく言いますよね。論破願望の強い人。あれが、まあまさにそのパターンですね。で、これ、このパターン三つに共通するのは、まあ、他人との比較による 嫉妬とか競争心っていうのがありますね。共通してるのは。他人と比較するっていうところがね、大きいんですねで。自分のポジションを脅かされることを極度に警戒するから攻撃的になっていると。これはもう身を守る行為なんですね。攻撃することが。 で攻撃的な人っていうのはもうなんかそれがずっと続いてる状態なので常にピリピリしています。その結果少しでも自分に不利益がありそうなもの、自分を脅かす可能性があるものには過敏になって、それを排除しようとして攻撃的になっているのです。えー、また、 他者を攻撃することでそのストレスを発散しているケースも見られます。2017年頃に、切れる中高年、切れやすい中高年が増えているっていう記事が、ちょっとした話題になりました。これは八つ当たりとも取れる行動ですが、それくらい心に余裕がない人、または貯金がない人が増えているのかもしれませんね。 なんせ、不景気が20年以上続いておりますから。では次、自分の身を守る方法。攻撃的な人から自分の身を守るには、できるだけ関わらないようにするのが最善です。なぜなら、他人を変えることはできません。攻撃的な人の心理とか行動を変えようとしても、相手はものすごいプライドが高かったりするんで、 そうですね。相手を本当に変えようというならですよ。相当その人があがめている、尊敬しまくっている権威の方から直接、こう、指摘されない限り変えることはないと思います。むしろね、変えようとすることで、さらに攻撃的になる可能性もあります。なぜなら相手はあなたを下に見ていますから。 攻撃する人を下に見てるんです。ね。だから、指摘をすると下の人間に指摘されたと考えるので、怒りが爆発します。だからもうできるだけ関わらないようにしないといけません。しかし、完全に関わりを断とうにも立てない状況もありますね。多々あります。ね、仕事とか家庭上の都合で一緒に いなければいけないっていうね。その場合はね、うん一つ意識したいことは、逃げ腰にならず、堂々とした毅然な態度で接するということです。攻撃的な人っていうのは、自分の意のままにコントロールできない人間は、まあなんか心地よくないわけですよ。もう全員言うことを聞けっていう感じだったりするんで、 言うことを聞かない人は嫌いなんで無視してくれます。うん。だから、堂々とした態度で接していけば、無視してくれるということなんで、それはありがたいんですね。しかし、弱腰でいると、攻撃されますから。いつもね、ターゲットとして選ぶ相手っていうのは必然的になんか、強く言えば言うことを聞く従順な人になります。それがターゲットなんですね。奴らの。 ビクビクした態度をしていたら、格好のいじきにされて、まあ、極論を言うともう奴隷のように扱われます。ものすごい偉そうな態度で命令してくるようになります。ブラック企業の体質なんかはまさにそうなんです。怒りっぽい経営者が従順な社員たちをまとめてるんです。奴隷のように。ね、そしてその従順な社員たちは、 会社を辞めますっていうことすらもう怖くて言えなくなるんですよ。ずっと従い続ける。安い給料で,で。攻撃的な人と関わざるを得ない時っていうのは、あの、もうとにかく必要以上にもう臆せず、堂々とした態度で話すことが重要なんです。だから、ね、筋トレをいっぱいして、 精神を強化する必要があるんですよ。これはもう男性男女問わず筋トレは必要です。あの体を鍛えると、なんかね、細胞が活性化するからか、セロトニンが安定するからか、なぜか自信が湧いてきて、もう不安が消えていくんです。体を鍛えると。これ本当なんです。このことをほとんどの方が知らないのが現状なんです。 だから HSP の方っていうのは特に筋トレが必要なんですよ。うん、HSP の方ってやっぱり本当にか弱すぎる人が多いんですね。見てて。ただこれはですね、その相手のレベルにもよりますね。もう本当にサイコパス系の立ちの悪い人だったら、もうとにかく関わらない方がいいですね。ええまあ、そうでもない場合は、 まあ、対等に接した方がいいということです。偉そうな目の上の人間には、毅然とした態度で向かい。そして弱き者にはどこまでも謙虚に接しましょう。これが理想的な人間像だと思います。ぜひ、その高みに一緒に共に目指しましょう。文武両道本当に大事です。それを志すのが。 精神も鍛えないといけません。はい。では、次。相手を悟すのは危険。えー、攻撃的な人間は、ついね、正論で解き伏せたくなるっていうのがあるんですけれども、それはもう逆効果となります。もう相手はね、自分のポジションを守ることに必死なので、他人の忠告を聞き入れる余裕はありません。 いくら薬気になって正しいことを伝えようとしたって、火に油を注ぐだけとなります。残念ながら、冷静になって話せば理解してくれるはず、攻撃されて傷ついたことを分かってほしいとか、な、ね、んとかしたいっていうその気持ちはそう、あくまでこちらの都合でしかないんですね。だから、 そういった気持ちを押し通そうとすることも、相手からすれば考えの押し付けになってしまうので、結局反発されてしまうと。大切なのは、相手と自分の間にきちんとね、境界線を引くことですね。もうこれ以上近寄ってくんだよ、お前っていう、その境界線を引くことが大事です。だから相手がね、もう無視してくれたらありがたいんですよ、こっちのことをね。 本当にね、あのー、結構幼稚な、と言いますか。うん、やっぱり自己分析ができない人って結構性格が利己主義だったりね、するんで、子供みたいなとこありますから。大人になってもそういう性格なんですよね。それってもうある意味ですよ。それはある意味も、太刀の悪い精神病を患っているような感じもするわけです。 そして、選ぶりたい、ね。選ぶりたいポジションを守るのに必死なんですよね。だから、一歩引いた目線を持って、ま、相手にしないことを心がけましょう。諭すことはしない、ね。攻撃的な人の性格を変えることはできませんが、関わり方は自分で選択できるわけですから。 時にはね、反発せずにうまく受け流すことも大切です。では、次行きます、えー。攻撃的な性格を直す方法。自分自身が攻撃的な性格であると自覚があって悩んでる方もいます。なぜ攻撃してしまうんだろうか。これはね、まずもう理屈で理解しないといけません。 なぜ他人に偉そうにしてしまうのか自分のプライドやポジションを守るためではないか相手をコントロールすることで自分が気持ち良くなっているのではないかで、その背景には、承認欲求、恐れとか不安、余裕がないとか。だからそういった感情が潜んでいるのではないかと、自分をしっかり見ないといけません。 もしね、攻撃的な態度を直したい場合は、まず自分が誰に対してどういったシチュエーションで怒りとかイライラが感じやすいのかっていうことを把握するところから始めてみましょう。自分のその攻撃的になってしまうパターンを見極めることで、自分が一体何を恐れているのか、またどんなことを不安に思っているのかっていうことを 認識するヒントが得られます。以上となります。